なは、列車、な、母、当初は新大阪駅西鹿児島駅間、その後一時期は京都駅発着、九州新幹線の部分改良、新八代駅鹿児島中央駅間後は、京都駅熊本駅間を、東海道本線、山陽本線、鹿児島本線経由で運行されていた、JR の新大特急列車の名称である。2008年3月14日発の運転をもって、 赤月と共に廃止された。本校では、主に、京阪神対鹿児島本線沿線を結ぶ、夜行列車の遠隔についても記述する。特急、那覇は、当時の京阪急、京都博多、長崎間を結ぶ、優等列車として運行されていた、中高機動車特急列車。 カモメのうち、1965年10月2日のダイヤ改正より、京都西鹿児島間で運行されていた編成を、那覇として分離、運行区間を、大阪西鹿児島間として1968年10月から運行開始された。この時は、中高特急列車として、キュハ82系が充当され、大阪小倉間では、日豊本線宮崎発着の、日向と並結運転しており、 1973年10月のダイヤ改正で485系電車化され、単独運行となった。山陽新幹線が全通した1975年3月、那覇は運行時間帯を昼間から夜間に、また、使用車両を583系に変更し、夜行寝台特急列車、那覇として新大阪、一時期、京都から西鹿児島間の運行となった。 1984年2月からは、使用車両を、電車から、寝台客車、24軽客車に変更し、京阪神対鹿児島本線沿線を結ぶ、いわゆる関西ブルートレインの一員となった。2004年3月に、九州新幹線が部分開業したことにより、並行在来線が、第3セクターの必殺オレンジ鉄道へ移管。それに伴い熊本発着に変更。 翌2005年10月には、赤月と京都都府間で、平結運行を実施することになり、運行区間が京都熊本間に変更、2008年3月に廃止され、京阪神対九州間の夜行定期特急列車は1965年に、運行会以来42年半、当列車は39年半の歴史に終止符を打った。琉球新報が沖縄の本土復帰を願い、 本土に沖縄名の列車を走らせようというキャンペーンで公募したものである。県内外からの5211通の応募をもとに国鉄に提出された那覇、沖縄、首里、デイも、姫百りの5つの候補の中から選出された。そのため、当時アメリカ占領下に置かれていた沖縄県那覇市が名称由来となった。また、経営地、 目的地に由来しない地名を列車名に使う列車でもあるが、鹿児島港で船に乗り継ぐことによって、関西方面から沖縄へのアクセスの一端を担うという経緯もあった。2008年3月15日の下り最終列車に、鳥栖駅から装着された本列車単独のヘッドマークが到着した熊本駅でのセレモニーで、ゆかりの地である沖縄県那覇市の関係者に贈呈された。 同年4月1日より、沖縄都市モノレールの県庁、前駅改札内コンコースで展示され、その後沖縄都市モノレール本社に併設されている、ゆいレール展示館に陳列された。廃止直前は、暁を京都都市館で併結して運行されていた。なお、列車番号は、全区間を通して変更がなく、下りが31、上りが32、 京都駅から新大阪駅大阪駅、三宮駅姫路駅岡山駅倉敷駅、福山駅、尾道駅から、三原駅から、新山口駅から、宇部駅から、浅井市下関駅もじ駅小倉駅、黒崎駅博多駅鳥栖駅,駅久留米駅、大無田駅熊本駅。運行開始当初は、機動車による運転を行い、1973年10月1日に485、 軽電車を投入、1984年2月1日からは24軽客車が使用されるようになった。時代が平成に入り普通車座席指定席、レガートシートを熊本発着の付属編成に連結して1990年3月10日より使用を開始。1992年7月15日に西鹿児島発着の基本編成へ移ったが暁との 締結開始に伴い2005年9月30日、出発分をもって編成から外された。B 個室寝台、デュエットは1991年3月16日、B 個室寝台、ソロは1992年7月15日から編成に追加された。京都下関間は JR 西日本下関地域鉄道部下関、車両管理室、 当時所属の EF66 型が牽引していた。暁月との並結開始以前は、下関車両管理室所属の EF65 系1000番台、PF 型が牽引を担した。並結開始以後も、同期が関西方面の断輪に用いられる、際の総込み、返却回送を兼ねて、牽引を行うことがあった。 下関熊本館は、大分鉄道事業部大分車両センターの機関車を使用し、このうち下関文字館は e f 8 1一4 0 0番台、文字熊本館は ED76 型が牽員を行っていた。2004年3月11.12日までは、西鹿児島、現、鹿児島中央発着で運行されていた。新大阪駅大阪駅三宮駅姫路駅、 岡山駅、倉敷駅、福山駅、尾野道駅、三原駅、門司駅、から小倉駅、博多駅、戸津駅、久留米駅、大牟田駅、熊本駅、厚城駅、水俣駅、泉駅、阿久根駅、川内駅、串木野駅、伊集院駅、西鹿児島駅。二十四系客車が使用されていた。当列車と同じく、阪神地域と南九州を結んでいた夜行高速バスは、列車廃止時点では、 以下の通りである。また、空路については、大阪国際空港、伊丹、関西国際空港、神戸空港と熊本空港、加護空港を結ぶ路線があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。